しかしチーム全体的に見るとネッツの方が強いか。フィニスミス決めてくる。パパパパーン、パパパパーン、パパ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 ンツです。ということで今回はマブスのドンチッチについてなんですけど、まあ、プレインにも出れなかったマブスロスターをね変えてくると思うんですけど、一時期ね、まあ、一瞬ですけどドンチッチのトレードが噂されてさすがにないだろうと思ってたんですけど、ドンチッチ自身がねちょっとマブスに不満があるっていうのもあって、もしかするとっていうのはあるんですけど、まあ今はねそういう噂とかはねないので問題はないと思うんですけど、もしかしたらねカイリーの再契約がなかったらちょっとドンチッチはねどういうことだっていう感じにはなると思うんですけど、まあそれでもねマブスは離れないと思うんですが、そこでね考えたのがドンチッチに合うチームはどこか考えたんですよ。まあいろんなチームありますよ、マブスとかレイカーズ、まあいろいろありますね、ありますよ、はい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 、といったところでいろいろと問題あったお騒がせしたデュラントとカイリー・アービングの所属していたチーム、そうですネッツが一番合うんじゃねえかっていうね、結局は 3&D しっかりとした3ポイントとサイズもあってねディフェンスができるプレイヤーが揃ってるこのネッツが合うんじゃないかと思いました。まあ、実際のところフィニー・スミスだったりディン・ウィリーとチームメイトだったのでマブスはこの2人抜けたのはでかいかなと思いますね。ということでルカを入れたネッツこんな感じですけど、このネッツ対今のねマブスとプレイオフ形式で戦ってみました。いきましょうか。はい、さあ始めていきましょうか。まあルカ中心でいくでしょう。しかしブリッジスもいる。さあこれはターンアラウンド決めてくる。逆にマブスはカイリーがいます。スリーポイント決めてくる。しかしチーム全体的に見るとネッツの方がバランスがいいか。フェニー・スミス決めてくる。マブスもボール回しがいい。ハダウェイ・ジュニアのスリーポイント。こうなってくるとねやっぱりディフェンスが大事になってくるか。キャメロン・ジョンソンスリーポイント。やはりね選手の層も厚いネッツの方がキャメロン・ジョンソンスリーポイント。今のところネッツの方が有利。さあこれも上げてくるブリッジス。しっかりルカは見ている。ルカ攻めていくステップバック2ポイント。こうなるとねちょっとマブスのルカの方が負担は大きいか。さあブリッジス裏を取ってダンク押し込みました。ルカゲームメイク。これはスクリーンプレーを待ってるか。さあ裏を取ってキャメロン・ジョンソン。いいようにマブスがやられて10点差ぐらいだったんですけど追いつくことはできなかった。マブスルカ41ポイント13リバウンド、ネッツの方は36ポイント12アシスト、フィールドゴールも 50% ですかね。スリーポイントはすごく悪かったんですが、こう見るとやっぱりネッツの方がディフェンスもできるプレイヤーもいるしオフェンスもねかなり快適にできてるんではないでしょうか。第2戦もネッツですね、40点差ぐらいですかね、37点差ついてます。ドンチッチがダブルダブル4スティールとかもしてますね。カイリー・アービング26ポイント。ここら辺が爆発してほしいところ、他の選手は少し微妙かな。逆にネッツのドンチッチはトリプルダブルで爆発ですね、53ポイント。53点取ってるんですけど26点とかブリッジスが17点とか、他の選手もしっかりと点を取って気持ちよくねドンチッチプレイできてるんではないでしょうか。フィールドゴールもね28分の15とかでいいですね。第3戦もネッツです。これはギリギリ3点差ですね。マブスの方見ていくとトリプルダブルでアービング25ポイント、ハーダウェイジュニア20ポイントですが、そうですね、他があんまり乗りませんね。それに比べてネッツの方はフィールドゴール 50% だし、スリーポイントも7本というね、気持ちよくドンチッチプレイしてます。他の選手もすごく活躍してて、いやー、やっぱりマブスの方はね、ちょっとドンチッチ負担が大きいんではないでしょうか。大手をかけたネッツ、最後の試合か見ていきましょうか。まさかのスイープあるのか。マブス大ピンチ。ここもルカで作っていく。キャメロン・ジョンソンすぐもらってスリーポイント、得意ですね、射抜きます。ここもルカ、フィニー・スミスのスリーポイント。マブス時代もすごく良かったからねこの2人は。となるとルカもね攻めやすくなりますね。さあこれはしっかりと守ってマブス、フェニー・スミス、トップからスリーポイント、素晴らしい活躍を見せている。逆にマブスはルカとかカイリーばっかりですね、タフショットが多いです。ここもフェニー・スミスのスクリーン、これはうまくかからなかったが引きつけてトップからのスリーポイント、これは1クォーターから決めてくるね。厄
回だよこれネッツ。そしてベンチからディンウィディですから、オフェンスの勢いを止めないっていうのもね、ベンチの役割としてプレーオフとかね大事になってくるからね。引きつけて女王ハリスのスリーポイント、いやーハリスもいるからこれはねルカ使いやすいでしょう。さあコーナー見た、キャメロン・ジョンソン好調です。ルカ1対1仕掛けてくる、ステップバックするか、スリーポイントでなくダンク。ディフェンスはともかくオフェンスはもうどこを絞ろうかという感じでしょうか。ルカ以外も厄介な選手が多いですね。ということでスイープでネッツが勝ちました。37ポイント13アシスト、クラークソンが30ポイント、ディンウィディがベンチから19ポイント、対するはマブスの方なんですけど41ポイント30ポイントとカイリー・アビング、ルカと取ってますがその他は一桁得点となると、やはりねディフェンスを頑張らないといけないんですけど、サイズも含めてネッツの方が上回ってますねこれは。ということで今回はどうだったでしょうか。ネッツにルカ・ドンチッチを入れてみたらどうだったか。昨シーズンのマブスの強化バージョンと言っても過言ではないと思いますね。来シーズンカイリーと再契約は絶対条件だとして、カイリーとルカを中心にどうするか。そしてネッツもねすごくいい人材はいるので、トレードとしてはねすごく価値が高いので、もしかすると大物がね来てもおかしくはないです。ということで今回はここまで、バーイ。ツイッターの方もねちょこちょこツイートしてるので、ツイッターのフォロー、いいね、そしてコメントの方もね気軽にしてください。ご清聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。 It's over! It's over!